はい、サヤバムクーヘンです。ではですね、今横浜スタジアムがですね目の前にありますけども、ここをですね歩いて、赤レンガ倉庫山下公園中華街、大桟橋方面にちょっと歩いていきたいと思います。左側にですね、横浜スタジアムがこうやってありますね。はい、行きます。左側が横浜スタジアムですね。先ほどの動画で撮りましたけどね、これが第2弾になります。でちょっとですね、私ですね今まで生きてきてですね、崎陽軒のシューマイをですね食べたことないんですよ。よくシューマイ弁当とかですね、よく駅とか、東京駅とかですね、まあ、いろんなところのですね駅弁でもう売ってるんですけども、実はですね生まれてこの方ですね、崎陽軒のシューマイを食べたことないんですよ。スーパーのなんかどこかのどのメーカーかわかんないようなシューマイは食ったことあるんですけども、崎陽軒のシューマイってですね本当に多分あるかもしれないんですけど、親が買ってきて、でも自分の意識してる感じでは一回も食べたことないんですよね、崎陽軒のシューマイ。なんでちょっと今からですね崎陽軒のシューマイを食べに行きたいと思います。あ、買いに行きたいと思います。まあこんな感じで横浜スタジアムがですねありますね、ハマスタ。ちょっとこれまっすぐ行きましょう。はい、これ雨じゃなくてよかったですね。雨だったらもう最悪ですよ、本当に。もう多分もう雨だったら帰ってると思います。多分自分の予想では京浜東北線の手ですね、帰ってると思います。ハマスタですね。まあちょっと残念ながらですね中に入れませんのでね、球場見られませんけどね、球場の外からちょっとぐるっと撮りました。なかなかですねちょっとここら辺はですね結構山下公園、赤レンガ倉庫、あとはなんとかなんとかって感じでですね結構集合体なんですよね、結構集まってるんですよ。なので結構歩いてもそこまで時間かかんない。だから本来この暑くない時、今もう汗もうじわっともかいちゃってるんですよね。でもまあしゃあないので、これ夏だったらもっとですよ、これはっきり言って。これハマスタのですね、これ内野スタンドですね、これ多分おそらく内野か外野じゃないんで、外野はさっきだったからな、これ内野だと思います多分。これハマスタじゃね。あ、横浜スタジアムね一回来たことあるんですよ、すいません忘れてました。大学の時ですね、ジュリマリよく聞いてまして、ジュリマリのライブ来たんですよ一回。これ懐かしいなあ。中華街の門来ましたね、中華街の門来ましたよ。ほらこれ私のですね、これ人気の動画ですね、これ人気動画、この中華街のですね動画ですけども、ちょっと渡りますよ。こんな感じです。はい、じゃあ行きましょう。ハマスタがそこに見えますけどね。良さそうだな。よいしょと。NTT 東日本神奈川支店。ちょっとですね、ハマスタのですね、外野からですね、崎陽軒の中華街店まで歩きたいと思います。もうお腹いっぱいだから今食えないんですけど、お土産としてですね、
シューマイ買っていきたいと思います。でもまあちょっとですね、入れ物、がないんでビジネスカバンみたいのしかちょっと持ってないですから、なんでまあとりあえずはですね、ちょっとカバンに入るぐらいのちっちゃいやつちょっと買って帰りたいと思います。よく粘ってんな。これ結構暑いからですね、すぐもうシャットダウンされると思ったらまだ粘ってますね。時にはなぜ艦長、大空翼、旅してみたクリスマス、なるもの艦長、崎陽軒、横浜大飯店、横浜大飯店、横浜なんとかなんていうの、って感じですけども、こっちもまあこんな感じですね。こっちはこんな感じ。ちょっと回りますか。行きまーす。中華街。おーっち、おー、いいんじゃない。これがリトル中国、リトルチャイナ、中華街ですね。いい感じです。今時刻が、10時45分前ですね。いい感じですわ。もうちょいまっすぐ行ったところに確か崎陽軒あるんですよね。中華街来て崎陽軒買うっていうですね、タイヤバームクーヘンですけども、ちょっとなんか飲みてえな。タピオカ、タピオカドリンク飲みてえな。ちょっとあのお土産まず買ってからにしよう。ちょっとですね、結構バイキング食っちゃったんで、今は全然もうお腹もう9割ぐらい入ってる、9割、8割ぐらい入ってるんで、ちょっと今は基本的にですね、食えないですね、何も。まずはちょっとですね、動いてですね、カロリー消費させて、ちょっとですね、普通にですね、ぜひですけども、食べたいなとは思いますけども、どうしようかな。何買うか、何食べるか。まあ買うのはもう崎陽軒のシューマイって決まってますけど、うわー、あっちいな。もうまっすぐじゃん。まっすぐ行きまして、小籠包、崎陽軒はどこでしょうかね。天津。これまだお昼前ですからね。だからまああんまいないんですよね。市場通り使ってますね。ちょっと待って、コントロール合ってるかな。これ崎陽軒合ってる、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 完璧合ってますね。はい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 、崎陽軒どこでしょう。もうちょいかな。
美味しいシュウマイ崎陽軒を買いたいんですよ。それを目的に来たんですよ、ここまで。なんかここの店激渋だなこれ。ちゃんぽん皿うどん、これ長崎屋、すげえ渋いなこれ。これ食べたいな、でもクローズだな、ちょっと残念。でも食べられないけどね。ちょっと待って、もうちょいか。あっつ、崎陽軒、あ、ここでもう出てきちゃいましたけども、いつもの方ですね、これ山下公園の方ですね、これいつもの山下公園の方ですわ。これいつもの山下公園の、いつものこれ朝陽門ですね。ここ崎陽軒ありましたね。シューマイバーってですね書いてありますけど、ここが崎陽軒のですねシューマイになりますので、ここでちょっとですね後で崎陽軒のシューマイちょっと買って帰りたいと思います。はい、時間がですね今10時47分ぐらいですけども、そこのですね崎陽軒のシューマイ売ってるところが何でしたっけ、11時からなんでまだ空いてないんで、とりあえず、中華街をですねこのちょっと制覇して終わりたいと思います。ちょっと行きます。はい、あ、こっちか、撮ったのこれ、これか。はい、はい、中華街、東門まで歩いてきました。じゃあちょっとですねこれからちょっと崎陽軒ってシューマイ買って帰りたいと思います。ありがとうございました。